本当にこれワンドロ、うん、疑わしいな。ていうかさ、俺ワンドロの意味勘違いしてたんだ。あのワンドロってさ、一発書きだったんだね。あの俺一筆書きだと思ってたわ。ね、このエフェクト上手くない？あのテレビとかでよくあるさ、あのジジジジジジジみたいなの、ホラー映画で突然テレビ画面に現れる人が出てくる時の、あのほら、あのジジジでしょ。あのジジジって何？ね、この子のイラストめっちゃ好きだった。この人ね、知ってる人なんですけど、このイラストの子めっちゃ好き。これ男かな？あの服装的に男なんだよな。いやでも女の子であってほしいな。ね、この鼻に絆創膏つけてる子いる、結構いるけど、なんでなんだろうね。早く寝た方が健康体になれるよ。現在昼夜逆転中。めちゃくちゃ可愛いな。でも模写だそうです。あのあんまりね、模写っていうのは採用しないんですけど、でも今回はね、まあ可愛かったんで、まあ僕が知らなかったということで特別です。あ、来た来た来た、久しぶりに来たね、キノコナポリタン。あのね、あのキノコナポリタン知らない人のために、あの僕の動画で、あの僕ね、この帽子ね、あの僕小さい頃からキノコナポリタン、キノコナポリタンって言ってたんですよ。だからあのこれキノコナポリタンです。こういう帽子かぶってさ、あのスケッチブック持って絵描いてることが絶対可愛いよね。ね、このさ、あのピースでさ、この顎を挟む感じのポーズ、これね、あの結構女子でやってる人いたんですけど、あのなんか小顔効果が出るんだっけ。あとなんかね、顎出てる人が顎隠すために使ってる人もいたね。これワンドロにしたらうますぎでしょ。嘘くさいな、うますぎて嘘くさいわ。ワンドロ、いやでもすごく大好きって言われてるんで、はい、信じます。これこれこれ、なんかワンドロって感じするね。なんか雰囲気が出てる、雰囲気が、この目がもうワンドロと思ったら、さらにその上を行く真のワンドロが来たんだけど、うん、これはね、あのお金欲しいじゃなくて、あえて欲しいにしたところが好感持てたので採用しました。これすごいよね、8分で書いたから、この8の文字のワンドロだって。この人はね、なんか絵めちゃくちゃうまいのに、なんかワンドロ感をあえて出そうとした感がすごい。最初なんかワンドロの募集来た時にあえてここで止めたのかなって思った。これもめちゃくちゃ可愛かったな。もう多分即興で書いてくれたんだろうね。モコモコをモッコモッコって書いてくれた時点で、これはもう女の子でしょ。は、可愛いが、これからこっちで書くわ。あ、ぜひお願いします。